続おこしやわおこしは大阪府の名物菓子。米を原料とする菓子。米を細かく砕いて水飴等で作ったシロップと生姜、ごまなどを混ぜて固めたもの。岩おこしと比べ原料を若干粗く砕いてあり歯触りは軽めである。大阪を代表する菓子として古くから親しまれている。奈良時代に欲しいお蜜などで固め豊作祈願として。 神に捧げられたものが起源とされる。室町時代には一部の貴族などの間で食べられていた。豊臣秀吉の大阪城追記により大阪は繁栄し、身を起こし、家を起こし、国を起こす縁起の良い食べ物として人気を得ていった。大阪は江戸時代には天下の台所と呼ばれ経済の中心地であったため、良質な米や飴などの材料が比較的安価に入手できた。 このことから、阿波おこしの製造が盛んに行われ、大阪を代表する菓子として全国に広まった。もともとは、阿波が原料であったが、やがて米などをおこし種に用いるようになった。大阪の阿波おこし、岩おこしには、梅鉢のご紋が入れられるのが通例だが、これは、太宰府に流される、菅原道真が、塩町のため現在の大阪市場塩あたりで休憩していた時に、 同情した老婆が歌詞を献上すると、関家の梅鉢のご門が入った自分の着物の袖を老婆に与えて感謝したことが始まりとされる。また、大阪城に司令部を置いた旧軍の第四師団で非常食として陳調されていたことでも有名である。ありがとうございます。